鳥、そしてこっちのこの辺に見えるここで外国人登録なるものを行っていこうかなと思います。そいつがあるとですね、日本でいうとこの運転免許証みたいな身分証明書に、なるようなものです。なんでそいつがないと銀行口座とか作れないし、携帯電話の契約とかもちょっとできないので、いろいろ資料を持ってきました。健康診断なんか問題があるとちょっとまずいんで、無事であることを祈りながら行こうかなと思います。ここはチョンガクっていうなんかところです。めっちゃ都会っすね。はい、左手に見えますか、こちらあのシェイクシャックですね。ニューヨークに本店を持つバーガー屋さんですかね。いやー、ニューヨークに行った時を思い出します。そしてちょっと振り返るとでもそこに漢字が見えますね。なんか金店街みたいな、大街道みたいな、なんかそんな商店街みたいなのあるんですけど、とりあえずめっちゃ都会です。でもやばい、建物がもう首がつるくらい高いとこしかない。なんか韓国は地震がないらしくて、この地震がないっていう情報をなんかうちの生徒からちょっと聞いたんで、自分で気になって調べたんですよね。で、そしたらやっぱり地震自体はあるというのがなんか いろんな記事調べたら書いてあったんですよ。で、それこそ東日本大震災があった前、後くらいですかね、は結構小規模な地震が多々起こっていたり、歴史的に見ると結構南東の方、釜山の方とかですかね、ではかなり大きい地震が起きているみたいなんで、絶対地震がないっていうのがちょっと言い切ることはできないかなっていうのが、ちょっと印象になります。なのでちょっとご理解の方、語弊がありましたら大変申し訳ございませんが、韓国でも地震はあるようです。無事に多分外国人登録できたと思います。郵送で1ヶ月以内くらいにカードが届くらしいんで、それを待って無事終了です。いや、今が4月の中旬ちょっと過ぎたくらいですけど、入国してからいろんな手続きがありましたが、基本なんとかね、拙い英語と拙いハングルでやっております。どうにか生きていけそうです。周りの人が優しすぎてすっごい助けられてます。カムサミダー。じゃあ拠点に戻っていろいろ書写の仕事をしたいと。ついに届きました。これが外国人登録書です。表面はこのような感じで、顔写真と名前、ビザ種別などが書かれています。裏面にはハングルで居住地の住所が書かれています。ここからは銀行口座開設について、外貨をウォンで引き出す方法をご説明いたします。まず銀行口座の開設についてですが、外国人登録はこのために行ったと言っても過言ではありません。なぜかというと、日本よりも圧倒的にキャッシュレス化が進んでいる韓国では、銀行口座の開設をすることでチェックカードを発行することができます。
このチェックカードとは、日本でいうところのキャッシュカード兼クレジットカード兼デビットカード兼交通カードといったマルチカードのことです。わざわざ銀行からお金を下ろさなくても、このカードだけであらゆる支払いができ、いつどこで使用したかが通帳やスマホのアプリで表示されるので便利です。仮に紛失したとしても電話1本で使用を止められるので、万が一の時も安心できます。私自身、ほとんどの買い物の支払いをチェックカードで行っています。とまあ、非常に便利なチェックカードを手に入れるためには銀行口座の開設が必要なのですが、銀行内は動画が撮れなかったので簡易的なご説明をいたします。銀行口座開設に必要なものは外国人登録書、そしてパスポートです。私が行った銀行は利用できる言語はハングルがメインで、たまに英語と日本語ができる窓口の方がいました。選択する銀行と店舗にもよりますので、ハングルにちょっと自信がないなっていう方はパパゴなどの翻訳アプリをスマホに入れておくと便利です。I want to open a new bank account と窓口の人に伝えれば、順番待ちのカードを発行してくれるはずですので、あとは順番を待つだけになります。チャンネル登録よろしく。それでは最後に外貨をウォンで引き出す方法をご説明していきます。私は中国に住んでいた時があるのですが、その時に中国工商銀行に貯金していたお金をウォンで引き出せるのかどうか検証してみようと思います。今回は銀聯カードという、中国のキャッシュカードなんですが、こちらでウォンを引き出せるかどうかチャレンジになります。それではレッツゴー。まずですね、グローバルサービスっていう右下を押して、左上のイングリッシュを押して、フォリンイングリッシュの方を押します。外国のカードなんでね。で、お金引き出したいんでキャッシュウィズドローで、カードを入れます。で、今読み込んでおります。ドキドキしながら待ってるんですが、どうでしょうか。おっと、1回目なんと失敗するという、なんてこったということで、もう1回ちょっと同じ操作をねやっていきます。ちょっと見えにくいと思うんですけど、左上に実はですね、英語の下、日本語もあったんですが、英語の方が非常にできた回数が多かったので、ちょっと英語で撮ってます。はい、そうこうしているうちにまたカードを入れて、はい、おお、2回目なんとできました。そして一番右下にある数字、0が多いやつですね。これは大体日本円で10万円。で、その10万円を韓国のお金で一番最高額の5000円札なるもので引き出そうとしています。で、その5000円札を何枚いるんですかみたいな。何円分いるんですかみたいなのを、はい、入力しまして。で、最後ピンコードですね。はい。先ほど銀行口座を開設するときにですね、設定したピンコードを載せまして、で、手数料も入れて、なんか引き出しの画面になりました。そしてなんかわちゃわちゃ、ガチャガチャなっております。はい、これね、右上のあの四角いところが開けば、見事、お金を引き出せるということになるんですが、はい、このタイミングで言えば10万円相当のね、ウォンを手に入れられるか。おお、来た、来ました、あ、来ました、来ました、無事に手に入れることができました。これをね、何回か繰り返すことによって、無事に韓国に居住できそうという感じでございます。外国人登録書発行、銀行口座開設、ATM で外貨を引き出す方法についてご説明いたしました。ハングルゼロで乗り込んだ韓国ですが、住み始めて半年以上経った今も毎日がとても新鮮です。仕事もダンスも普通の日常が充実していることに感謝しています。人生2度目の海外生活になりますが、思い切って日本を飛び出すという選択は、怠け者の自分には合っているなと感じています。この動画が少しでも皆様のお役に立ちましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録いただけますと幸いです。引き続き韓国の生活について発信していきますね。それではまた、ピース。